ペトロザボーツクケミオロネツコンドポガソルタバラベロモルスク、メドベジェゴルスクラドガコオネガコハッカイ主な都市、マチカレリア共和国はロシア連邦、北西連邦管区に属する共和国の一つ。首都はペトロザボーツク。ロシア連邦の北西部に位置し、東はハッカイに面する。ハッカイの海岸線は約630キロメートル。丘陵性の平原が広がり、 西に行くにつれて、高地となる。面積は172,400平方キロメートル。西側は、フィンランドと国境を接する。ロシア連邦内では、北に、コラ半島のムルマンスク州、南東に、アルハンゲリスク州、南に、ボログダ州、レニングラード州と隣り合う。約27,000の河川があり、主なものは、ボドラ川、ブイグ川、ケミ川。湖の数は、 約6万で、南西部のラドガ湖、南東部のオネガ湖は、面積で、それぞれヨーロッパ第一、第二の湖である。その他の湖には、ブインゴゼロ湖など。鉄鉱石、ダイヤモンド、バナジウム、モリブデン、金、銀、チタンなどを算する。人口は71万6281人。人口密度は4.2人、平方キロメートル。 住民の73.6%がロシア人、10.0%がフィンウゴル系のカレリア人。他にベラルーシ人、ウクライナ人、フィンランド人など、住民の75%が都市に暮らしている。平均年齢は37.1歳。279,915個。13世紀以降、一部はスウェーデンに支配されていたが、 18世紀初めの大北方戦争、その後のニスタとアヤクによって、ロシアに併合された。1923年、カレリア自治ソビエト社会主義共和国が創設される。1939年の冬戦争において、ソビエト連邦軍がフィンランドに侵攻した後、占領地を組み込んで、1940年に、カレルフィンソビエト社会主義共和国とされる。 1941年にフィンランド軍が一部を占領したが、1944年にフィンランドがソ連と急戦条約を結んで退却。1947年の講和条約で、フィンランドはソ連によるカレリア地方の領有を認めた。1956年、再び自治共和国に戻され、カレリア自治ソビエト社会主義共和国となった。 1991年11月13日よりカレリア共和国。国家元首は首長でクレムリより任命される。現在の首長はアルトゥル・パルフェンチコフ。歴代の元首についてはカレリアの首長を参照のこと。立法府は一員制の共和国議会で選挙が4年に一度が行われる。林業、木材加工、製紙業、金属加工などが盛ん。 オネガコの木地島は木造協会建築で有名で1990年世界遺産に登録された。この地域はモスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で価時間はない。ありがとうございます。